名古屋市北区の無職、内田飛鳥容疑者は、今年9月末頃から今月21日までの間に、中区新坂屋のマンションで、住人の安倍光一さんの遺体をクローゼットに遺棄した疑いで、逮捕・送検されています。その後の捜査関係者への取材で、内田容疑者は、部屋の鍵を使って安倍さんの死後も複数回、部屋に出入りしていたとみられることが分かりました。安倍さんは名古屋にある貴金属買取店の店長で、 関係者によりますと以前この店で働いていた内田容疑者と交際していたとみられるということです部屋には消臭剤が置かれるなどしていて警察は内田容疑者が遺体の発見を遅らせようとしたとみて調べています